くっていうのは、まあ、もちろん一番のメインの核になる部分っていうのが、まあ、アフィリエイトなんですけども、アフィリエイトだけではないんですよね。あの先日、皆さんに、まあ、無料で、ね、バージョンアップをしたあのバイナリーオプションのトレードツールのファストレッツというツールがリリースをされて、で皆さんはそれを自由に使える状態にあるわけですね。でこのファストレッツっていうのはあの本当にあのトレードの知識、バイナリーオプションとかね、あのその相場を見るとかね、ローソク足を見るとかチャートを見るみたいな、専門知識がない本当のトレードの初心者の方でもそういったものを抜きにしてあのシステムがこう表示した通り、定められたルールの通りにちゃんとこうエントリーをしていくと、過去その3年間 の, あのデータをずっとこう検証した結果、大体あの 82% の勝率が過去3年間のバックテストの結果でちゃんと出てますよという数字なんですね。で実際にあのこのファストレッツってものすごく実は評判が高くて、あのこれでなんていうかな、今日は10戦10勝全勝しましたとかね、これで17戦して13勝4敗ですとかね、すごいあの成果報告もいただいているそうなんですね。だからそれぐらいやっぱりこのバイナリーオプションというツールでここまでなんていうかな、硬いロジックで作られて、で余計なことができないようにあえて制限をされているようなツールになっていて、それを本当にルール通りちゃんとちゃんとこう淡々とやることで資金が増やせるっていうツールなんですね。ただ